スープを作ってきてくれたら8人分の食料ついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。おもしれえ、その話乗った。 あったぞ。 こいつがサンディシェルだ。 サソリの足肉を手に入れればいいんだよね。よし、この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。なあなあ、待て待て、やってやるぜ。 この特別な一皿だ。助かるわ、サンジ君。いやいや、男として当然です。いっちゃやってやるか。
さあ勝負だ。来いよクソ野郎。行く。トレインタフルール。だから言ったろ。俺は一人で平気だってよ。無事でよかったわ、ウソップ。船長の邪魔だ。道は開けてもらう。俺は強くならなくちゃいけねえ。